こんにちは、佐々木隆さん、はい、ドラフトがあと数時間後に迫ってきました。いやもうドキドキしてるよな、多分な。でもうここ数日の、はい、野球関連のニュースは全てもうドラフト会議です、はい、一緒。まあ、そうやな。そうなんですよ。で、まあ、その中でもやっぱりこう宗山、はい、選手、金丸投手の人気どうなるんだ、はい、どこが競合で引き当てるのかであったりとか、はい、あとは、清原選手の息子さん、清原ユニア、はい、清原選手、はい、どこかドラフト行くのかどうかっていうのも話題になってるんですよね。まあ、そんな中で結局現時点ではカープしか公表しませんでした。そりゃそうだよ。それはもう普通、それがルールだもん。まあそうですよね、普通は。いやだからカープはもう1位決まってるんだったら、うん、もう隠す必要がないって言ってるけど、はい、公表しないって言ってるんだから、みんなが、あの皆さんはね、本当はね。そうですよね、うん。まあ、そこを一応牽制という意味なのか。まあ、そうだよね、牽制球投げたって戻ってるみんなな。まあ、そうですね、あと何年ないし、まあ、勝負したるみたいな、そんな感じになってるから、くじ運なんですよね。まあ、確かにそうだよな。そうですよね、うん、という中で、我々もいち早く、はい、昨日豊さん あのドライツの、はい、予想も出したんですが、はい、プラスアルファ最新の情報が今入ってきてるものと比べながら、うん、ちょっとまた話していきたいなと思います。最新の情報もまあ当てにならんの、お前。そうなんですよ、各新聞社長、こうやって書いといてくれとか、あ、まあ、こうやって振っといてくれとか、はい、言って名前を隠してるケースが多いから。それありますよね。いや、あるある、それはもう駆け引きだから、うん、だから広島のやり方も分かんのよ。全否定じゃないよ、はい、いやだけどもうドラフト1だから隠す必要はない、うん、でもそれじゃ夢がなくなっちゃうからさ。そうなんですよね、だからみんな隠そうって言ってるだけで、はい、まあ、広島は広島で、うん、よかったよね、それはそれで。先に宗山選手って話していたので、まあ、それは欲しいやろな、広陵出身やし。そうですね、地元だし。そうですよね、はい。まあ、ただ内野どうなっていくのかなっていうのも気になるところでありますよね。まあ、それはね、俺らが考える大きなお世話っていうやつだと思うんで、それは入った後に何とかするでしょ。そうですね。ただ本当な、まあ、菊池が年齢的にな、そうですね、まあ、まあ、ちょっとあれかなっていうふうに思うし、後釜という意味では、はい、まあ、宗山がセカンドに回るのか、うん、矢野が回るのかっていうようなところだね。まあ、小園もやっぱこうその二遊間というところからは外れてるわ。もうサードってことになっちゃったんですね。なるほど、うん、だからそうなったらいい内野ができるよ。そうですね、できる。まあ、取れれば。そしたら大山がファーストに来てみろ、お前。完璧だよ。そう、今言われてますからね、大山選手、カープ行くね、はい、カープが取りに行くんじゃないかと言われてますが、はい、じゃあまず、ね、最下位のチームからあの9時とか、あの引き取るとか行くので、ね、はいはい、まず西武なんですけれども、はい、豊さん、西武は渡辺選手を行くんじゃないですか。大正大な、はいはい、スラッガー言ってましたが、うん、ここに西川選手、まあ、西川も全然いいんだよ、スラッガーですね、いいんだけど、はい、チームのこと考えて、うん、やっぱ4番がいないっていうことを考えるとさ、はい、西川が4番タイプかっていうと、うん、クリーンナップ打てて3番だと思うんだよ。あー、4じゃないのか。4じゃないな、4だとやっぱ渡辺なんだよ、うん、あ、そうなんですね、うん、いやだからもうそういう大型いらないと、はい、ね、もうとにかく西武らしくこう繋いでいくと、うん、で足が必要だと、はい、まあ、渡辺も足速いからな、うん、いやだから俺渡辺うってつけだと思うんだけどね。ただ、いやもうみんなの予想だったら渡辺はもう一本釣りできるぞ、お前。そうですね、今のこのみんなの予想だとそうなんですよ。ただそこをあえて西川選手というふうに出てるのか、まあ、その方が即戦力に近いっていう、まあ、こなしが効くっていうように見えてるけど、はい、うん、まあそれはそれでもいいけどね、俺は大正大の渡辺行った方が、うん、渡辺の方がいいんじゃないかなっていう。これ2巡目に回ってくると渡辺っていう名前が嫌なのかな。鍋井京さんですか。いや佐野さんですか。いや、いるじゃん、あの4番候補で。ああ、名前が被っちゃうってこと。被っちゃうから、そんなことは関係ないと思うんですが、ただじゃあ 2巡目で取ろうと思っても2巡目では無理ですか。まあ、多分無理やと思うで。あ、じゃあここ折り返しが逆になるからな。あ、そうかそうか、そうですね。ってなると西武はどうするのか、うん、豊さん的には渡辺選手行っておいた方が4番という意味でもいいんじゃないですか。やっぱり今年1年戦ってみて、うん、やっぱ4番誰だって言ったらやっぱ苦しいもんな。そ
っぱそういうこう人材を取っとかないと、はい、まあ、渡辺ってまず間違いなく4番候補だよ、まあ、そうなってくると、来シーズンの開幕からいけそうっていうことなんですか。いや、まあ、それはやっぱまだ分からないけど、うん、でもその器的には4番っていう器を持ってる選手だよね、はい、なるほど。だここ西武の読み上げの時に、うん、西川と来るのか渡辺と来るのか、うん、それは俺らも楽しみだな。楽しみです、ここは楽しみです。さあ続いて中日ですけれども、はい、中日は、まあ、左の金丸投手と、まあそうだな、まあ野手はね、ある程度その、はい、立浪政権、はい、片岡ヘッドの時にある程度野手は育ってきたんだよね、はい、でやっぱこう小笠原が抜けるという、うん、でいまいちいいっていう投手陣が、はい、やっぱ先発があんまり良くなかったよね。それはまあまあ後ろになってくるともう鉄壁だったけど、はい、だけどその小笠原の代わりという、うん、代わり以上になる逸材だよね、うん、そうですよね。だからもうここはもうとりあえず行っとけという、もう絶対もう金丸投手でだと思う。ま、ね、まあそれ、まあ競合覚悟だろう。そうですよね、うん、きっと。で予想ではもし競合でダメだった場合は、徳山左な、はい、投手に行くのではないかという予想もされています、うんうん、まあ、そうだな。いやどっちにしても左の、まあまあ左が欲しいよね。そうです、まあ、大野もちょっと若干力も落ちてるし、うん、はい、まあ、ここら辺はなんか左っていうのは欲しいだろうね。なるほど、はい、さあ続いてオリックスは、はい、まあ、金丸投手行くんじゃないかというふうに言われています。どうやろうな、ここはね隠し玉持ってるからな。一部では、得点力不足なので、得点力の期待できる渡辺選手とかも行くんじゃないかっていうのもなんか巷ではちらほら可能性はあるよね。でもね、うん、やっぱ投手陣が今年総崩れだったよね、はい、だからやっぱこう厚みを持たすのに、うん、いや故障したものが来年出てくるとは限らないからね。だからこう補うという意味では、うん、まあ、野手よりはピッチャーかなという感じはするけどな。そうか、となるとやっぱりここも左の金丸投手。だから俺は金丸をここ行かないと思うんだよ。これあといや中川っていうね、あ中村っていう、あ中村、はい、ゆうと投手っていう選択肢もあると思うんだよ、はい、で先発はねある程度ムクノキとか、うん、そういう人間が来年投げれると思うんだよ、はい、山下俊平太も頭からいける、うん、宮城もおる、うん、そしたら中村っていうのがやっぱ中に入れると思うんだよね。中に、あそ相当な厚みが今度はまた出てくると思う。おー、ということは中村と中村が新聞紙上を見てみるとそんな人気がないんだよ。そうなんですよ。いやそれだったら俺オリックスが行くんじゃないかなっていうような気がする。あとはもしダメだった場合、もちろんそのスラッガーの渡辺選手もそうなんですけれども、ピッチャーで福岡大、大堀柴田レオ投手、ライオンズ、おじいちゃんがライオンズファンでこの名前がついたという。そしたら西武ですよ。そうですね。取りにくいよね、ややこしいよね。ややこしいですね。レオなんで。そうですよ、ね、オリックスのレオみたいな。どっちっていうっていう説も、まあ、これ山下俊平太の後輩なんじゃないの。あ、そうなんですね。そうまあそういう可能性はあるけどね。ゼロではない、うん、だけど俺はなんかそう言っといて膨らみ出ましょう。直前に中村王に行くんじゃないかなって。これは多分ね調査してると思うんだよ。で誰、あ金丸、あ宗山、うん、人気あるな、うん、渡辺も人気になってきてるなって、うん、俺中村あんまりそう人気ないか強豪にならないかみたいな、はい、まあ、そうなったらそりゃ一本釣りで取れたら相当でかいよ。そうですよね、うん、これ次回ってくるときにはもう多分中村投手はあもういないね。いないいない、うん、まあ外れで、まあ、どっか外れか、はい、一本釣り狙ってるところもあるかも。そうですよね。なるほど、ここら辺で駆け引きですね。西川って言ってましたね。ただ豊さん的には、まあ、オリックスは、うん、西川、まあね、あまあ西川も、うん、西川な、はい、まあだから打てる野手だよね、はい、うん、だからそういう記事も出てるんで今、うん、だからまあ打てる野手で振っといてっていうような感じがあるんだよね。あ、でもオリックスのねドラフトはうまいよ、うん、本当に昨日の去年なんか横山一本釣りでしょ、はい、だから
やっぱうまいなと思うもん。あ、だから牽制してやっぱり安全の一本釣りできるところで行くっていう、まあまあそうだね、傾向もあるのかなと。傾向もあるね、うん。さあ続いてヤクルト、はい、ヤクルトは宗山選手ですね。おいみたいなね。ゆとさんピッチャーにねやっぱり行くんじゃないかって話されてたので。ピッチャーいい、大丈夫なのかな。私も思いました。ピッチャーじゃないかもなんですね、予想だと。これはどうして宗山選手っていう名前。いやそれはやっぱ村上が、はい、まあ、来年ポスティングで行きそうだし、うん、まあ、山田がどうしてもこう上がってこないし、うん、だから長岡一人になっちゃったよね、はい、でやっぱそのセカンドっていうところがいないっていうこと、うん、でまあ竹岡っていうのもいるんだけど、はい、なかなかこうね、そうですね、チャンスがもらえない、うん、ただそのやっぱ確固たるものを作っときたいよね、はい、で村上がメジャー行くんだったら来年本当にコンバートで外野行かすかもわからないし、うん、そしたら内野手がスッカスカになるんだよね。そうですね。だからそういう意味では宗山取っとくっていうのはありだな。ああ、それは村上選手のメジャーのことも考えてのっていう、うん、まあそうだね、うん、で、まあ、山田という、まあ、選手のコンバートっていうことも考えてるかもわからない。あとはやっぱもう2位以降はもう全部ピッチャー行くやろな、多分。一応2位で予想されているのが、あの法政大学の篠木投手を予想している指摘もありました、まあまあ、 ね、うん、なので仮に宗山選手といっても2位、3位、4位はおそらくピッチャー全部全部行くよ、うん、だから1位だけ内野手のいいのは欲しいよな、ただ確かに外野手はいるしな、はい、うん、だからまあ確かにそうはそうだけどな、うん、ここはくじ運が悪い本当に外れる。そうですよね、めちゃくちゃ外すぞ。笑うぐらい外すからヤクルトですよね、うん、逆にものすごいくじ運いいのが西武なんですよ。西武って確か成績めちゃくちゃくじ運いいので。日本ハムもいいイメージだよね。あ、日本ハムも。お、俺もいいんだけどな。あ、豊さんもそうなんですか。俺めちゃくちゃくじ運いいんだよ。ドラフトで引いたことはないけど。ないけど、いろんなことで、もう回すやつだってガラガラもうほとんど出るよ。どっか行ってきたらじゃあアルバイトで。いやもう本当、俺雇ってくれよ。その日だけ。今日だけ。今日だけな。急いで電話いただければ。時給でいいよ。そうですよね。行きますよね。はい、続いて楽天。はい、楽天は、あ、金丸投手なんですね。あ、やっぱりね、うん、あそこはピッチャーだよ。いや、そっか。ただ、富士大一本釣り行くかもわからないよね。予想してましたね。うん。富士大一本。近いしな。あ、まあ距離的なことも含めてってことですか、うん、まあ、地元っていうより地元みたいな、うんうん、まあ、そんな感じだったらまあ金丸にはかなわないと思うけど、うん、まあだけどそうはおか、お、面白いのいるからね、富士大にも、うんうん、あの上がってきてないだけでですね、はいはい、あと例えば楽天だと右ピッチャーが例えば岸投手と内投手ぐらいしかいない。もうね、右も左も関係ない、やっぱり投げれるピッチャーが欲しいそうか、うん、だからそこで、ね、中村優斗投手っていうことにはならないんですかね。いかない中村ってやっぱ内と庄司と、うん、はい、なんか被る感じがするよね。あ、そう、全然違うよ、球の質とかね、はい、速さは、うん、まあ、だけど、うん、金丸、まあ、それは確かにいいよな。ですよね。あとはもし金丸投手がダメだった場合誰に行くのかという予想が九州産業大学の内野手の浦田選手に行くんではないかという予想も出てます。俺は分かんないのがさ、はい、ピッチャー行っといて、うん、取れなかったら内野手行くっていうのは分からないんだよピッチャー欲しいから1位で行ってんだろうって。いや、そしたら行けよピッチャーって思っちゃうんだよ。ああ、これどういうあれなんですかね。分かんない。まあそれだけまあ魅力があるっていうことなんだろうけどもさ、うん、まあだから俺は富士大から佐藤か、はい、とかは面白いと思うけどね。うん、豊さんは動画では法政の篠木投手と。いうふうに、まあまあそれでもいいけど、うん、やっぱもうこうなったらもう近くから取るという、ね、ああ篠木投手ではなくっていうことも考えられると、うん、じゃあ続いて、あ、もうここはねカープはもう公言しているので。カープはもう宗山だ。はい、宗山選手。宗山外したらびっくりするな本当に。何を騙されてたの。みんな牽制してさ、広島が行くからって牽制してさ、そう、え、宗山一位指名ないぞみたいなどこもなかったみたいな。そんなことはないね。それはないですか。まあまあカープは宗山選手が欲しいと言っていて、うん、でもし、くじで引けなかった場合は、うん、大正大の渡辺選手行くのではないかと。やっぱりその4番
ていうところ、まあ、そうだな、はい、まあ、そこら辺はもう納得するわ、うんうん、株に関しては特にこれ以上はないですよね。いやもうないないない、うんうん、さあ続いて千葉ロッテ、はい、ロッテも宗山選手と予想されています。うん、ロッテは宗山選手、まあ、友杉とか小川とか、うん、藤岡とか、うん、ますよ、結構おるけどな。どうするんですか、ね、やっぱ欲しいんだろうな。やっぱ逸材っちゃ逸材だよね。あと中村翔吾選手も、まあ、今スタートですけど、まあ、そうだな、まあ、ちょっと力が落ちてきてるかな。うん、だからまあそういう意味ではなんていうの、まあ欲しいけど俺はピッチャーのような気がするけどな。ロッテはまあ、豊さんは動画では、うん、スラッガーの渡辺選手が欲しいと。まあまあそうだな、はい、ちょっと年齢的に、いやいや、まあ年齢的にさ、はい、やっぱクライマックスシリーズも、うん、角中と荻野がレフトライト守ってたそうなんですよ。だからまあそういう意味ではやっぱこう軸が欲しいような日本人のバッターとしては、はい、だから岡とかもいいけど、うん、だけどでも中心ではないじゃない。うん、その打順の打線の中のっていうことです、ね、うん、だからそういった意味ではやっぱこう外野手で足が速くて肩が強くて打てる打者、はい、渡辺っていうのはいいよね、うん、もう内野手はいるような気がするんだよ ね、 そうですね。いやこうやって振っといて渡辺くんじゃないかなっていう感じもするけどな。 あ、うん、あとはもしその宗山選手が取れなかった時の1位として予想されているのが花咲徳栄の石塚内野手、ショートね、はい、ここもやっぱり内野手なの。いや、あの子はいいよ、うん、あの子はいい、はい、だから、まあ、まあ例えば友杉とか小川とか足があるからね、はい、ああいう選手を外野手に回すっていうこともあるし、コンバートっていう形、うん、まあ可能性はあるし、うん、だからそのあの子はいいよ、ショートの子。そうなんですね、うん、まあどちらにせよロッテが予想されてるのは内野手を取りたいと、まあそうだね、いうことなんですかね。そうなの、まあ野手だな。そうです、ね、でも外野手右でこうガーンっのパンチが効いてるのいらんのか言って、うん、欲しいですよね。渡辺選手サードも守れますからね。あ、渡辺選手情報に言うとサードも守れる。もう守れるって言うけど、うん、そう大したことないって、うん、まあいやでも器用だよ。だけどプロレベルからするとさ、なるほど、うんうん、いやだけどこう鍛えたらやっぱこうそういうことも光ってくるっていうことだよ、うん、ということはやっぱり豊さん的に渡辺選手取っといた方が、俺はいいような気がする、ね、やっぱ外野が年齢的に来てますもんね、ちょっとずつ。さあ続いて横浜、はい、ベイスターズです。ベイスターズはやっぱ金丸投手予想されています。欲しいやろな、左好きやしな、うんうんうん、これはそうなんだろうなと思います、うんうん、まあまあここら辺はなんていうの、もう勝負に出るよね。これなんか DeNA に来そうな感じがするんだよ。何でですか。いやなんか今年の DeNA は運がある。あ、これ去年のドラフトからずっと続いてる運なんですかね、渡来選手からも。まあそうかも、ね、うん、ただ他のところだと宗山選手に DeNA 行くんじゃないかっていう説も、まあ、確かにどっちでもいいけど、はい、DeNA はね、うん、まあバランスよくこう取ってるんだよ、うんうん、ただしやっぱり大和が抜けて、うん、まあ京田ももうレギュラーじゃない、はい、あと森が一本みたいな感じになってるよね、はい、で牧、牧の守備、うん、宮崎の年齢、それ考えると、はい、やっぱ一人パンチの効いたの取っておくといいかもからな、うん、そうですね、うんうん、確かに。いやだから花咲徳栄のさ、はい、石塚も、はい、もし外れたら行くかもからない。ベイスターズそうですね、うん、確かにそうだ。だベイスターズとしては左ピッチャーも、逆に言えば金丸いっといて、うん、その石塚に行くかもからダメだった時に、うん、ああそういう、だから結構ロッテと似てるかもから、かぶるかもしれないですね、ロッテと丸かぶるかも、かぶるかもしれない。そうか、うん、で ある予想によると金丸投手がダメだった時、こちらは法政大学の篠木投手、うん、っていうこともあり得るのかなっていう予想もされてますけれども、いいね、はい、そう、投手で行くのか、投手ダメだったら内野手にするのか、注目ですねこのあたりも、ね、はいはい、さあ日本ハム、はい、日本ハムは宗山、はい、選手を予想ということになります。いっぱいおるけどな、二遊間いますよね、新庄監督作ったけどね、それどうする、また競争、やっぱこう軸になる選手が欲しいんやろ、センターラインで、うん、
例えば今だと水野選手、上川畑選手の二遊間っていうのがありますけど、うん、だこの2人がチームを引っ張っていけるだけのものがあるのかっていうと、うんうん、まだそうでもないし、うん、でキャッチャータミヤ、はい、でも伏見の方がまだ上だし、うん、でセンター松郷、はい、なんかこう打率があんまり良くなかったしみたいな、うんうんうん、だからやっぱセンターの軸でやっぱりしっかりこうギュッと締めてるやつが欲しいんじゃないのかなっていうような感じもするけどね、うん、だから水野とかも本当によくやったし、上川端は勝負強かったしな、うん、石井和成もおるし、はい、まあ、奈良とかなんかもう似たようなのが多いんだよ、はい、まあだから宗山がそこにピシャッとはまると、うん、まあいいかなという感じはするけど、で、予想だと宗山選手がもしダメだった場合、福岡大大濠の柴田蓮投手、あ、レオ投手に行くのではと、うんいうふうにも予想されてますけど、ここはピッチャーで行くと思いますか、二巡もしダメだった場合、それとも野手で行くのか、まあ早いピッチャー欲しいよな、うんうんうん、だからまあそれはいいんじゃないですか、投手で行ったとしてもいいと、うん、柴田選手が二刀流ということもあって、うん、まあ、二刀流も一人いますけどね、でもね、一説によるとあれ行くんじゃないかって言われてるね、メジャー行くっていう森、あ、これも二刀流なんだ、そこを取りに日本ハムはあれ、ね、よくあることですけど、あれ言うよ、だ森も、はい、さ、いきなりメジャー行くって言っても、はい、やっぱ不安でしょ、うんうん、でも大谷はこうやっていったらマニュアルがあそこしかないからね、そうか、 それで森行っといて来ないかっていうと、はい、やっぱ心揺らぐと思うよ、そうですよね、同じましては新庄監督だし、はい、はい、のはなんか俺あり得るような気がするんだよ、サプライズですね、そうなるとサプライズって言っていいのかなそんな綺麗事ではないと思うけどなんかおーって会場内が驚くというか、まあ、まあそうだね、まあ、こう一か八かって、はい、大谷の時もそうだったからね、そうでした、誰も指名しないって言われたのに、うん、日本ハムだけは指名して、そうでしたね、まあしっかり育ててね、うん、っていうようなことだったけど、はい、だ森もなんかワンチャンなくはないなっていうふうに俺は日本ハムの場合は見てる、ね、もし森選手で行くんであれば1巡目の1位で名前が呼ばれるっていうことですか、ね、いやそれはね、うん、そうじゃないとやっぱ森も納得しないよ、うんうん、1位じゃないとっていう、まあ誰もかけないから6位ぐらいで来るかもね、ちょっと嫌だろ、嫌です、俺メジャー行こうと思ったらぐらいだよって、そうでしょ、確かに嫌ですよね、うん、だから、うん、まあそれもちょっと考えておいた方がいいなと、うん、分かりました、はい、さあ阪神ですけれども、阪神は金丸選手というふうに予想が出ています、はい、まあここはそうだろうな、うん、左、うん、まあ藤川球児、はい、まあ、新監督で、うん、まあ行くとしたらピッチャー行くと思うし、はい、俺はもうそれはナンバーワン取りに行くと思う、そうですよね、まあ、ここら辺はあの藤川球児、まあ、監督としてここは逃げも隠れもしないで多分バーンと行くと思う、うん、ね、岡田監督の時は結構その被ると外してっていうことが結構ありましたけど、まあ、うん、ここはもう直球で気の玉、いやでもね、岡田監督がやってたって金丸言ったと思う最初は、ああそっか、うん、こんだけ競合してもやっぱりそこは行くっていうことです、まあ、そのぐらいやっぱこう逸材だもんね、うん、72人かなんか無失点だよ大学で、いやそう逸材ですよ、うん、ちょっとやりすぎでしょそうで記録立てすぎですよね、そうそうそう、ただ他の新聞一紙、これサンスポですかね、サンスポさんだと金丸選手、あ、宗山選手っていうふうに予想もちょっとしてるんですけれども、これはなくはないよね、なくはないけど競合って考えたらじゃあどっちが欲しいんだって、うんうん、くじ当たった時に本当はどっちが欲しいんだって言ったら、うん、阪神の場合は金丸だと思う、それはやっぱりね、ファームにも田中とかいろいろいるもん、はい、そうですね、ただ岡田監督が言ってたのは左バッターが不足してると、うん、いうことは確かにね阪神は言えるんだよ、はい、やっぱ甲子園の風とか何とかってで右ばっかり取ってたらしいんだよ、はい、そしたらね左がいなくなったと、うん、で今ねもうね気象条件とかいろんなことが変わってきて、はい、もうね浜風なんて言う人いないんだって、あ、そうなんですか、いやその現場はね、はい、いやだから左はやっぱ欲しいっつってたよ、うん、左が不足してるっていうのは言ってたよ、あ、そうなんですね、いやだからそういう意味では宗山っていうのは可能性がなくはないよね、うん、ゼロではないっていうことですね、はい、ゼロではない、あとは
あ、もしその金丸投手がダメだった時の予想として挙げられているのが、はい、愛工大の中村優斗投手っていう名前も挙げてますね。まあ、面白いね、うん、ピッチャーで、まあ、確かに軒並み中継ぎがな、はい、ちょっとあれだし、まあ、中村は中継ぎっていうふうに決めつけるのは良くないけど、うん、いやだけど石井も分からんし、木意識も来年分からんぞ、うん、あれだけ投げてて、ですよ ね、で島本投手もどうだろうとか、うん、で湯浅が復活するのとか、まあ、いろんな問題は抱えてるよね、うん、後ろの方はね、はい、うん、そういう意味ではその中村っていうのが、うん、やっぱ後ろの柱になってくれるとありがたいよね、うん、そうですよね、日の玉球児、そうですよね、のね、後を継いで、で、あの藤川球児監督もどうやらやっぱりこの3人っていうのは作りたいと、ピッチャーで、まあ、そうそうですね、はい、って話されているので、そういう意味でも、まあ、確実に中村っていうのは3人の1人になってくれると思う、うん、そうなったらね、そうなると楽しみですけれどもね。さあ福岡です。福岡ソフトバンクは、宗山選手を、うん、1位でいくんじゃないかと。あ、そうだな、豊さんの予想違いましたよね、確か、まあ、ピッチャーが行くんじゃないかっていう、うんうん、中村投手、まあ、はい、宗山選手、まあ、宗山か、これはやっぱり、まあ、確かにね、その今宮が、うん、はい、もうショートはいっぱいいっぱいになってきつつあるんだよね、うん、年齢的にも、うん、まあ、やった年数も含めて、はい、でこれをやっぱり今宮をうまくコンバートできたりだとか、うん、するんだったらやっぱ宗山欲しいだろうなとは思うけどもね。うん、あとはもし宗山選手がダメな場合は、花咲徳栄の石塚選手、人気だな、はい、やっぱあの子はやっぱいいと思うよ、やっぱりそうなんですね、うん、だからもし1位取れなくても次はあの花咲徳栄の石塚選手で行きたいっていうチームは多いんですね。まあでもね、あそこ4軍まであるでしょ、ソフトバンクはね、あります、ね、まあ結構取ってんだよ、いいの、おととし、いいね、うんうんうん、もう取ってるしね、はい、ああ、そうですね、確かに、まあ、いるっちゃいるんだけどね、うん、確かに、その中、サンスポさんは金丸う投手というところも予想していて、ピッチ、まあ確かに、うん、まあそれは欲しいわな、まあそうですね、まあ、予想してたら、うーんって納得するよね。いや、宗山か金丸って言うときは、もう全部うるなる、納得するよ、そうなんですよ。さあ最後巨人です、はい、まあ、巨人はもうね、金丸投手というふうに言われてますけれども、予想でもここはもう全思想ですね、巨人は金丸投手っていう、欲しいか、ほら、あれだけ打てなかったんだぞ、まあ、そうですね、確かにあれだけ打てなかった、うん、いや状態が悪いっていうのもあるよ、はい、ただその長野ももうある程度の年齢になった、うん、ね、そうなるか、ね、あるか、まあ確かにね、うん、安倍監督の目指そうとしてる野球っていうのに、うん、金丸っていうのは必要だと思う、うん、あのやっぱ投手を中心に守りを固めていく、はい、それは分かる、うん、いやだけどこれだけ打てなかったら、うん、やっぱちょっと考えないと、まあ、去年社会人ばっかり言ったけども、投手、やっぱ即戦力ではなかったんだよね。そうでしたね、まあ、春先は良かったけども、うん、ね、結局なんていうの、ファームから上がってきた中山とか、うん、まあ、そういうのがこう活躍したりだとか、うん、まあ、そういうのがして、うーん、俺はなんか打てる野手、内野手でもいいし、うん、外野手でもいいし、うん、とにかくパンチが効いたやつが欲しいなっていう。そうか、で岡本がね、もしかしてっていうのがあるんだから、はい、だからこれは煙に巻いてて、俺渡辺行くんじゃないかな、で大好きな渡辺俺渡辺好きなんだよな、好きですよね、はい、あ、そうか、まあ外野ポジション的にはね、うん、空いてると言っちゃ空いてますし、競争してもらえれば、まあ、そうですよね、ただこの金丸投手で出てきてるのはやっぱり菅野投手がメジャーに行って一つやっぱり先発の枠が、まあ、っていうことなんですかね、まあ、そうそうだ、ただ、うん、まあ、井上春人も本当に今年1年かけて成長したしね、はい、俺横川っていうのはもうちょっと信頼してやれば、うんうんうん、はい、ちゃんと井上みたいにちゃんとこう成長してくると思うしね、うん、はい、まあ、横川の、扱いって先発やらせてみたり、うん、ちょっと中入れてみたりだとか、うん、まあ、いろいろしたから勝ち星っていうのは、ね、そんなに上がらなかったけど、これは先発ローテ入れてちゃんと投げさせたら、うん、俺ちゃんと数字残すと思うんだけどな、ってなるとわざわざ1位競合してまで投手行かなくても、うん、
俺野手パンチの効いてる野手が欲しいんじゃないかなっていう。じゃあそれこそその渡辺選手だったり西川選手、麦谷っていうのもいい、ね、あ、豊川さん動画でもありましたね、麦谷選手って。うん、あれはあの子はやっぱこうパンチもあるし、はい、あの1番も打てるし、うん、場合によっては3番も打てるっていうタイプだから、はい、だからそういう意味では本当に俺は面白いと思うけどね、うん。あとは、金丸投手がもしダメだった場合の次引く1位は花咲徳栄の石塚選手というふうに予想もしてるんですけれども、これはいや俺はより即戦力に近い高校生は俺行かないと思うよ、うん、ジャイアンツ。じゃあなぜお前去年さ、はい、社会人ばっかり行ったんだよ。そうです、ね、やっぱ即戦力が欲しいからでしょ、はい、で その即戦力がじゃあしっかりハマったのかって言ったらハマらないじゃん、うん、だもう一回俺はハメに行くと思うんだよ、大学生というところで。そうそうそう、うん、いやだからより即戦力に近い、はい、まあそら花咲徳栄のね、はい、ここも即戦力に近いのかもわからないけど、うんうん、まあ坂本勇人、そうでも2年目からだからなそうです、ね、1年目のも最後の方で2年目からだから、うん、俺はなんかこうパンチの効いた野手、打てる野手じゃないとちょっと困るなと思ってるけどね。なるほど。だ阿部監督がここをピッチャーを取るのか野手行くのか、うん、ちょっとそこも楽しみですね、うん、まあ、阿部監督が考えてる野球は守りの野球、うん、ピッチャーを中心にね、だからピッチャーがいる、これも分かるんだよね、うんうん、もしくは今出てるのがその巨人が大山選手の獲得調査に乗り出してるっていうのがあって、もし取れた場合にはやっぱりピッチャー先決なのかなとか。でもね、一人じゃ足りないぞ、打つのは足りないのか。だってそれは岡本の補填でしかないから。そうですね、うん、そうか。だから他は何人かいる。まあやっぱり野手は必要ってことなんですね。まあだから楽しみなんだよ、ドラフトは。そうなんです。今日ね、いよいよこのあと数時間後にドラフト会議始まりますが、はい、我々も、はい、ドラフト会議を生で、見まして、その後、はい、速報ですぐ取って出しをしますので、はい、今日はもうドラフト祭りですね、この動画は。もう編集のこの腕がそうです鳴る光りますね、はい、ここは楽しみにしていてください、はい。